ただいま。やっていきましょう。イース8ラクリモサオブダーナちゃんですね。やっていこう、ということで、いきなりここからなんですけど、リベンジしに行きました。前回宝箱を取っただけで、ちょっと俺は満足しましたけど、まあ、ここまで必殺技が使えれば7回、これも最初の1回も含めて8回使えればロケーションポイントまでたどり着けれるのではないでしょうかという感じがしております。ということでやってみようかなと思います。やっていきましょう。じゃ まあカットでいけたかどうかまで飛びます。はい、どうだどうだ、これどうなんだ。ロケーションスポットってそもそもどこ、これまさかもっと奥までついてんの、これそういうこと、無理か、無理なのかな。だいぶ来たけどな。であとはこれで、これで上に上がれる、上に上がれ、いけ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 、空中息継ぎできた。なんでだよ、息継ぎできたの今。ちょっと待って待って待って、セーブアンドロード。まあファルコムさんもここまでは想定はしてなかったと思うんで、さすがにしてなかったと思うんで、そもそもあそこで息継ぎができる仕様になってないような気がするんだけどそもそも息継ぎしないでここまで来るっていうことを想定してないと思うんだ。あー、これがめっちゃ滑るんだよね。いいよ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 、この間息がなくならないっていうこの仕様。さあ、でどうすりゃいいんだ、ここまで来たとして、でここで一旦セーブしたとして、どうすればいいんだ、上に上がったら。ちょ、一旦上行ってみよっか、これで。でエイバク爆相撃で転がると息をすごい使っちゃうんで、これでリコッタ浮上しまーす。で、あ、いけた、オッケーオッケーオッケー、いけたいけた。待って、なんか戦ってる。なんだなんだ、何やってんだ。セイじゃない、何やってんだ。やったやった、これだこれだこれだ、ロケーションこれだやってみるもんだな。だ嫌な顔する、嫌な顔する。50レベルとかな気がする。まずロケーションを回収しよう。リコッタ、うわーすごい。あれ、なんか大したもん出ねえな、大したもん出ねえ、なんか綺麗だったのに大したもん出ねえ。大丈夫か、宝箱先に取った方がいいか。どっちだ。これまた中に入るコースがあるんだな。うわぁ、これさすがに必殺技ないからきついよ。やめろ、きついきついきつい。レシピ帳、コールスロー、あーコールスロー、コールスローじゃねえ、コールスロー。なんで今なんかボキボキいなかった、ボキボキいた気がするんだけど。ちょっと待って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 、あいつ強いんだよね、ゆっくりだけど強いんだよ。あっ、危ない。で、これで動けるから、ボキボキいるな。ボキー、たくましいピッカー、痛い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 。しゃ、会話を追えないぞ、会話を追えないぞ。レイヤーに話せば農園で買えそうだ、知らないよ、何それ。ピッカードを捕まえますか、捕まえとか、どうやって来たの、君ここに。ピッカードを手に入れた、大丈夫か、これ。あ、死なないよ、オッケー、これで回収して。あんまいいアイテムじゃないな、死なる気。オッケー、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 オッケー。復活するアイテムすらないからな、全力でここまで来た。ぴったりぐらいやったな、14個で。ぴったりぐらいやったね。オッケー、これた、これた。これで謎のここを回収。おー。装備移せばいいか。めんどくせえな、やっぱ生き返らせよう。くそー、仕方ないな、1個使うか。チャージしてんだけどな、来るのみ使うか。はい、どうよ、オッケー、ギョイ。あ、ロケーションね。これは何だろう、地下の鉱脈みたいな、瑠璃色の鉱脈。なんかそれぞれいろんな色の鉱脈が見つかるね。こりゃ見事な場所だな。うん、なんだろうそれ、なんか意味があるのかな。はい、まあ場所の名前なだけなのかもしれないけど。はい、いや、いっぱい手に入るの嬉しいね。ドドン、そりゃあ、はい、オッケーオッケー。え、龍門石って何、なんか予想外のもの手に入ってる。龍門石とかいうの手に入ってる。さらに上のランクかな、もう最上位に近いんじゃないかな、龍門石とか。さらに上のランクか、龍門石どこ行った、ここじゃない、レア素材の方か。
この辺じゃないの？あ、これか。龍門石。自然と龍のように見える文様が刻まれている。4か。まだ最上位じゃない。5ではないんだ。5ってボス戦とかでしか落ちないあれかな。これはここだけ。これ以上上はいけないもん。あ、いける。あ、いけないか。リコッタちゃん疲れてるね。オッケーオッケー。で、コールスローも拾ったし、いい感じかな。ピッカード、ピッカード何の意味があんのよ、ピッカード。これね、村に戻ったらレイヤがね、クエスト出しててピッカード1匹拾ってきたんだけど、いなくなっちまった、探してくれっていうので海岸にいたんですけど、動画で撮ろうかなと思って無視してたんですけど、あっちなんか光ってんな。漂流物があるってこと。回復してる？してない。こっから逃げるか進むか、ちょっと見てみたいね。セーブして見てみようか。じゃあこの先がある、さらに。まあ無理だろうけど、もうこれは完全に。もうちょっと瓶が30個40個。ああ、もうこっから、こっから。なんか来てる、なんか来てる、なんか来てるよ。あ、なんかお前普通にいるやつか。おい、帰る。うん、え、何やる。53レベルですか。え、あれが徘徊してんのは厄介すぎないか。大丈夫か、大丈夫か。ちょ、待って待って待って、戦うなら来いよ、かかって来いよ、陸上にかかって来いよ、陸上に来いよ、お前、来いよ、お前。ヒュンメル出番だぞ、ヒュンメル、お前の出番だ。こういう時こそヒュンメルだろ。ヒュンメル、ほら撃って。そこだ、水の中で撃てる理屈はどうなってんだお前。そこだ、あと、ヒュンメル。どこ行った、いっぱいいんだこれ、いっぱい勘弁してよ、いっぱいいるじゃん。ジャッジメントタイム撃つことすらできない。来いよ、どこだ、どこ行きやがった。ジャッジメントタイム打つか。おい、なんかもう違うの始まった。ちょっとこう1時間ほど戦うんでカットです。割と削れるジャッジメントタイムで SP 回復しながら打ち抜けばいけるな。割と削れるぞ。割とこいつそんなに強くないぞ。俺はどうした、どうした。そした半分削っちまったぞ。どうした、そんなんでいいのかお前は。どうした、上がってこいよ。レベル高い程度で俺に勝てると思うなよ。どんだけ。危ねえ、ヒュンメル死んだら終わりなんだよ、やめろ。どうした、地響きの網響いたぜ、響いたじゃねえ、覚えたぜ。どうした、上がってこいよ。その程度の距離で逃げられると思うだよ、ヒュンメルから。よし、料理が切れた、料理が切れたぞ。倒した倒した倒したわ、倒したわ。あー、これさ、落ちるんだよね、この下があるんだよね。そしてなんかいるし、あー、息が持たねえ。くそ、この先どうやって進もう。とりあえず道は安全になった、道は安全になったぞ。さあどうやって進もう。とりあえずいつものやつでいくか。いつものやつで息を遅延しながらうまく進むぞ。行きづらいな、行きづらいな。あー、なんか撃ってきてる。あー、なんかいるんだな。あー、これきついか、これはきついか。息がしたい。うー、いや、今必ず。あー、暗いな、暗くて厄介だな。わかんないな、この先あんのかな、そもそも。もうちょっとだけ探索するか、もうちょっとだけ探索しますね。なるほど、なるほど、攻略法がちょっと見えてきたぜ。そういうことだな。まず勢いをつけてジャンプして、落車砲。よしよしよし、まず進んだぞ、まず進んだ。で、この下になんかあんのか。あ、ここじゃないの、どこ、ここ、あ、この辺ね、あ、この辺ね。水辺は嫌言う割で、あとすごい格好してるじゃないですか、水辺っぽい。あそこに魚いるな、釣っとくか。一応釣っとくか、なんかいいの釣れそうだしな、ここ。勘弁しろよ、ここで釣れるんじゃねえよ、防御が。危ねえ、勘弁してくれ。なんでこんなことになってんだ。どうしてこんなことをしているんだ俺は。くそー、本当は村に戻る予定だっただけのはずだ。なんでこんなことになる。まひったな。やめろ、やめろ、怖い。やめろ、しっぽアドルが死んだら辛いな、アドルが死んだら辛い、使わざるを得ないか。くぅ、使いたくねえ。 SP も回復したい。 OK、 癒されるよ。やめろか、怖いことやめろ、やめてくれ。
めてくれ、マヒレ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 、ああいい、ああ絶対倒れた倒れた、ああマヒレマヒレマヒレ、倒れろ倒れろ、動くな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 、動かないで動かない、こんな狭いところで君と戦っていいわけがない、君と僕は戦う必要はないはずだ、戦う必要ない、なんで戦わなきゃならないんだ、君と僕は仲間だろ、あの時あの場所で釣り合った仲間だろ、釣りで釣られた側と釣った側だっただろ、釣られたクマって言ったじゃないか、釣られたクマ、釣られたクマ、なんかね、格倒しちゃった格格格上の敵を倒すと、てか戦うとスキル覚えやすいっぽいですね、なんかそんな印象がある、格上ってか明らかにレベルが違うやつを戦ってるとそんな印象がありますね。すげーの釣ったピラルーすげーの釣った、さすが漁師、やべえなこれまた防御かと思ったけどな、ランク A だ、わーい、ワンゴ帰ってきた、原始肉ワンゴ帰ってきたの嬉しいな、まだいる、まだいるのか、なんかまた違うの釣ったガイアモヤブルえ、なんかまた違うの釣った、ランク A だ、わー嬉しい、わーなんかここいいの釣れるんだな、アイテム釣りも結構いいの釣れるんじゃないか、もしかして召喚物が邪魔で釣るやけど、そんなそんな繊細なの、とアイテムを釣ってみるか、あんまり魚はいいものが釣れませんでしたね、 あそこになんかあるんだよね、光ってるやつ、あれが欲しいんだけど明らかに高さが違うみたいなこれどうしよっかな、セーブ&ロード繰り返しながら周辺マップ見てみるか、とりあえず何があるのか、もしかしたら池の水抜いてみたみたいな線があるかもしれないんでそれを抜くと全ての水が抜けるみたいな、そういう展開があるかもしれないんで、ちょっと探してみますか、なるほどなるほどなせばなるものだな、ツタがあったから落車ガトツで、落車ガトツかつビーム打った時が一番最大点の高さになるっていうことは、今までの高さ研究の中でやってきてるのでビームで最大点を取った状態でガトツでここまで進んできた上でツタに捕まるという戦術で来れましたねいやー嬉しいな、この未知のとこどんどん来るな、何これ、古びた超新機リヒト用か、こんなとこに落ちてんの古びた超新機もらってもリヒトも困らない、はい、鼻の強いやつ、あんまいいの手に入ってねえな、黒水晶ってか水晶ないですか、これ行こうもうちょっと限界に近いけど、あやったーちょっとカットだここに繋がってんだ、やったーこれでいけるようになったぞいいのかこれ、本来行けるべき場所じゃねえのにやったね、行けるようになっちゃった、わーい、じゃあこっち側からも行けるのか、もうちょっと見てみますね、釣れそう、徳さん釣れそう、どこ、暗くてよくわかんないどこよ、なんか下の方に宝箱あるんだよね、それも取り行きたいなと思ってるんで、ちょっともうちょっと見ていますね、なんかねこっち側なんでね、こっちサイドまで落ちると深海に宝箱があるんだよね、あそこ、あれが欲しいんだよね、狙うかここまで持ってこれるってことだもんね、だからねリコッタちゃんの必殺技をまだ持ってこれるってことなんで、ちょっと持ってくるか、持ってきますね、エクストラの薬を作るのにさ、きらめく粘液が必要なんだけどさ、あそこで地獄をクリアしてたおかげでこれを引き渡せば大量に手に入るめちゃくちゃあの行為に意味があったっていうことがよくわかるよかったなやってっていう感じですね、これで作れるようになるんで、あよかったな、さあ戻ってまいりました、やっていきましょう、さあ一回落ちて、で、あちょっと待ってちょっと待って、あーちょっとまずいかちょっと失敗したな、なかなか発動するの失敗すること多いんだよね、で進んで、これ何、なんか壁がない、下か、この下にあるのか、さらに下に降りなきゃいけないか、まあでもセーブ、あ落ちたわ勝手に、でどこにある、わかんないな、とりあえず、まあ、いつも通りセーブ&ロードを繰り返すことで、まあ、セーブ&ロードしなくてもいいんだけど、しないでいくか、若干上に上がってきちゃうんだよね、しないと、それがちょっと厄介、大丈夫か、命続いてないぞ、宝箱開けれるほど命があるか、これ酸素があるか、どこにあるんですか、この辺、お宝発見言ってるけど、あれか、
もう一歩だな、もう一歩、もう一回使わないと無理か。酸素が足りないもんこれじゃ。もう一回だけね。割とあっさり取れそうだな。やる気満々。 OK で下がっちゃうんだよね最後。そこだけがちょっと厄介だね。いいですぐ使う。 OK 減ってないね。 OKOK これだったら取れるかな、ギリギリ。いやー宝箱ー、これ取りたい取りたい。ここで調べることはできないのか。そう、若干空中に浮いちゃうのが厄介だな。大丈夫か、大丈夫か、取れるか取れるか、リコッタいけるか。これにてヘイマック、上に上がるのが良くないな、よろしくないぞ。大丈夫か。あーくそーくそ、やぶったことした。さあいけるか、いけるか、ちょっと高いけどいけるか。歩け歩け歩け、オッケー。くえや、闇、闇夜じゃねえや、くる、暗、暗闇、暗え、暗い、床よ、床よ、床よ、違うな。固定固定、オッケー、今回収できたからいいでしょう。固定固定、あ、強っ。トワの闇をまとっている固定、攻撃時に暗黒を吹かす、暗闇を吹かする、強いな。強いの持ってきたな。おー、やはりそういうのあるじゃねえか。あいつなんか定期的に空を割ってんだよな。なんだろうな、あっち光ってんな。そしてなんだあれ、なんだあれ光ってんな。うわー、また気になるの見つけちゃったな。あれなんだあれ、見に行ってみるか。落車ガトツで余裕で見に行けそうだな。見に行ってみるか、一回セーブして見に行くか。ガトツ使えば全然行けそうだな、あの程度だったら。光ってるよね、光ってんだよね、なんかの隙間とかじゃないの。で、念のため SP 自動回復を飲んどいて、で、落車ちゃんで、間違えた間違えた、 OK で、はい、ガトツ、はい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 、なんだ、あー、それね、それね、君たちね、あー戻ってきただけか。戻ってきただけか、あーなるほど。おほー、こんにちは。お前も倒した、お前に興味はない、入れ。はい、そんな感じですか。もうちょっとだけ見回ってみるだけ見回ってみますけど、多分もうないね。はい、ということで帰ってきました。いや、ほんと自由度の高いゲームやで。アルコムさん、自由度高いゲームっすね、いろいろ遊べるじゃねえか。はい、じゃあ帰ってきたんですけど、まずはじゃあ料理ですね。拾ったよね、レシピ。コールスローだっけ、コールスロー、あ、これハシビラ様に魚あげたらくれました。ボケ具プラス1くれました。ボケ具プラス1しときましょう。これは純粋に便利。贅沢コールスロー、どんな感じかな、効果は。コールスローか、キャベツが必要ですね。はい、キャベツ、シャインコーン、ハチミツ、あー簡単に作れる。 HP 自動回復大、あー嬉しいけど SP の方が使い勝手はいいな。あんまり意味がないんだよね。てか2000回復だ。明らかに規格外のアイテムになってんなこれ。そっか、全回復した上で HP 自動回復台つくんだもんな。規格外になっちゃってるな今のこの段階だと。なるほどな。で、ピッカードをモキモキも手に入れたんで、ちょっとレイヤにちょっと渡しに行くか。モキモキ引き渡しに行くか一旦。モキモキ増えたから なんだっていうのかよくわかんないけど、はい、あ、キャベツの種ね。キャベツの種もどこで見つけたっけ、なんかどっかで見つけました。キャベツの種もあげとこう。はい、あ、これって新しい野菜の種だよな。ほん、色つやは良さそうだけど肥料はどうすっかな。あ、種の色つやね。キャベツは今のコールスローいっぱい作れるから便利でしょ。とにかく植えてみよっかな。サンキュー兄ちゃん、一応礼を言っとくぜ、よろしくね。 OK、 これは嬉しいな。キャベツは最悪なんかあの汚い、最初に俺に毒を食らしてきたキャタピーを倒せばいっぱい手に入るんだけど、まあ、ここで作れるのと敵で倒すのの入手とは全然違うからね、落差が。ピッカード、ピッカードを渡すって。え、アドル兄ちゃん、ピッカードを捕まえてきてくれたのか。どうもありがとな、農場の仲間が増えて嬉しいぜ。とにかくこれで、ふん。じゃなくて肥料の方もバッチリだぜ。あ、取れる量が増えるのかな、採取量が増える、ピッカードが増わったことで。ああそういうこと、そういうことか、なるほどね。3個ぐらい増えるのかな、9だったのが12になるとか、そういう感じ。
なるほどな、ピッカードはそういう効果があるんだ。それは純粋に嬉しいね。そして早くもなっている。何個？12個ってこと。3個じゃねえかよ。おー、まあ3個ね。オッケーオッケー。で、ここにも何か出てる。キャベツね。オッケーオッケー。モッキモッキ増えたね。でね、モッキモッキもう1体探してきてってクエスト受けてるんですけど、レイヤーから。なんか捕まえたけど逃げちゃったっていうクエスト。でも見つけてあるので捕まえに行きましょう。はい、ここにいるんですよね。漂流物探しに来た時に見つけた。はい、お前だろ。さあ来いよピッキー。あ、逃げちゃう。え、もう一回探さなきゃいけない。それとも戻るのかな、これ勝手に。逃げてしまった。え、何回か追い詰めなきゃいけないイベントですか、もしかして。レイヤーのとこに行ったわけじゃない、行ったわけじゃないっぽいな、この感じ。捕まえてきてくれって受けたもんな。探すのか。ふむ、この辺かなと思ったけど、いねえな。いねえな。まあ、いっか。じゃ、話しながら、みんなと話しながら、第4部になったんで、会話変わってるっぽいし、店も強化されてるっぽいんで、話しながら探していこうか、ついでに。とうとう、島の北部に足を踏み入れられたみたいですね。新たな素材が手に入れば、作れるものの種類も増えそうですが、すぐには思いつきそうにないので、また考えておきますね。そういえば先ほど、オースティンさんが仕立てを手伝ってくれたのですが、おお、あいつできんの？これが芸術だと言って、生地を破り始めたのには驚きました。何やっとんねん。感性が独特すぎるというか、もちろん、手伝ってくれる気持ちは嬉しいんですけどね。それ手伝ってる？手伝ってんのかな？オースティンさんの感性は独特すぎるというか、仕立て屋じゃ強化されてないってこと言ってる。強化されてないってこと言ってんのか。すぐには思いつかないって言ってるから。そうだね。で、リコッ、増えてんだ。増えてんだ。あ、ヒュンメリオも増えてんだ。あ、ここら辺は増えてんだ。あー、そっか。リコッタちゃんのが増えたのか。そっかそっか、リコッタちゃんのもなかったね。なるほどね。うーん、これダーナちゃんのワンダだ、多分。そのうち。なるほど。ほー。いいよ、ありがとう。なるほどな。カトリーン様、武器ってどういう感じ？強化できる？何を鍛えるの？あ、できない。ラクシャちゃんのまだ足りねえんだ。あー、羽が足りねえんだ。ラクシャちゃんだけちょっと遅れてるんだよな。ふむ、どうやらついにあのジャンダルムを攻略したみたいね。その顔を見ると何やらとんでもない発見もあったようだけど、遺跡ね。まあ、詳しい話は改めて聞くとしましょう。どうかこの先も油断せずにね。なるほどね。防具増えてる？今日はどんなよ。増えてはない。それじゃね。まあなんか腕輪じゃねえや、腕装備、なんか先行った装備手に入れちゃった。モキモキ圧見ですね。モキモキ、また逃げる。3回ぐらいかな。おお、ああ、焼肉になるかと思った。みんななんで無言なの。ああ、それでそっち行くのか。アリスンちゃんの方ね。アリスンちゃんの店の裏側とかにいるんじゃないか なんかそんな気がするけどね。最終的にあのダンジョンの奥に行ったりする、もしかして。オースティン破ったらしいね。あ、え、お前かお前かい。はい、顔料アドル。はい、アドル。あ、そっか、顔料お前だったか。君が持っているのはまさか絵の具か。いやー、ありがたい。実に気が利いているじゃないか。アドルは、オースティンはアドルから七色の顔料を半ば強引に受け取った。うん。うん。こうなると何か礼をしたいところだが、そうだな。せっかくだし、早速この絵の具を使って、この僕が直々にアドルの肖像画を描いてプレゼントしてやろう。どっかに飾らんよな、やめろよ。こんなに光栄なことはないぞ。君は本当に幸せ者だな。え、本当に手に入る？さあ、できた。どうだい？君の良さがにじみ出ている素晴らしい絵だ、画だろ。絵だろ。カオスだな。これが僕！これは本当に肖像画かい。こっちだと褒めてると思うんだろうな。で、こっちだと、ま、君には分からないかもしれないが、これが世界が認める僕の腕さ、みたいな感じで、結局お前が喜ぶんじゃねえか。これが僕。うん。おかしなことを言うやつだな。
どこからどう見ても君じゃないか。だがグリアには芸術というものを、グリア、理解できるものが多くてな、土地の名前か。僕の絵を見て優にこと書いて下手くそなどとほざく輩がいるのだ。おっと、そういえばまだ感想を聞いていなかったが、改めてどうだい、忌憚のない意見を聞かせてもらおうじゃないか。忌憚のない意見ね、独特だね。そうだろうそうだろう、喜んじゃった。なんせこの繊細で独特なタッチは誰にも真似できないからだ。お前のやつ完全に模倣だよな、ピカソの。いや、さすがは冒険家、アドルはよくわかっている。よしよし、無事にグリアに戻れたらぜひ君を僕の屋敷に招待しよう。一応貴族なんだよ。その時は特別に他の絵も見せてやろうではないか。勘弁してください。実に楽しみだ。好感度だけかよお前、好感度だけなんだからステータス上げてくれよお前。うわ、なんか損した感あるな。もう、じゃあ一旦ここで休憩しますか。おそらく時間来てるんで一旦休憩します。ありがとうございました。ありがとうねー。